電車内で女性が痴漢と叫ぶ。容疑者は窓際族っぽいおっさん。駅員に通報されるが、駅員も疑問を浮かべてる。女性の胴回りが樹齢100年のヒノキだから。私はそっと冤罪だと告げると。これは一昨日のこと、友達と遊んだ帰りだった私は、午後7時頃の電車に乗っていた、帰宅する人が多い時間帯だったからか、車内はぼちぼち混雑してた。私が乗っていたのは先頭車両で、横には DS でポケモンやってるおっさん。前には私とおっさんがすっぽり入るサイズの女性がいらっしゃった。横のおっさんのポケモン見ながら音楽聴いてる私。ここまでは平和だった。さて、私の降りる駅までもうそろそろというところで、前にいる女性がチラチラおっさんを伺っている。どうしたんだろう?と思いつつポケモンに見入る私。おっさんはゲームに没頭してて前の女性の視線には気づいていないようだった。ちなみにスペック。私、19歳大学生女。おっさん、30代前半。窓際っぽさが半端ない。女性、胴回りが樹齢100年のヒノキ。私とおっさんがポケモンに熱中しているちょうどその頃、電車は私の降りる一つ前の駅に到着するところだった。いつも通りのちょっとしたカーブの揺れで、私とおっさんが前の女性にぶつかった。その瞬間、その女性が振り返り、おっさんを指さして、こう叫んだ。この人痴漢です。私とおっさんは唖然。周りの人も叱り、え?おっさんポケモンに熱中してたっしょ?この人、痴漢。捕まえて、誰か。電車の中だから逃げられないけど、女がわめき立てた。その影響でちょっと離れたところにいた女子高生3人が、痴漢。わらわら最低、わらわら、とか言い出す。電車内に気味の悪い空気が漂い始めた。私もおっさんも、え?何?みたいな雰囲気。そしたら、その女の横にいた社会人っぽい女性が、DS 握ってるおっさんの腕を掴んだ。一気に顔面蒼白になるおっさん。私はまじまじと痴漢冤罪しようとしている女を見つめてた。そしてドアが開いた。ホームに降りてすぐに、駅員さん、来てください。痴漢です。驚愕の声量だったから、もはや森久美子に見えた。おっさんは口ポカーンと開けて、あ、とか言ってる。ヒノキはまだ叫んでる。操縦室から、異常事用の汽笛みたいのが鳴らされた。駅員が駆けつけてきて、車内を覗き込めば、ヒノキと DS 持ってる口の閉まらないおっさんと、そのおっさんの腕をつかむ社会人女性。そして私が見えたと思う。どうしました?と駅員が聞くのにかぶせるように、この人痴漢なんです。ずっと私のこと触ってきたの。とヒノキがまくし立てる。おっさんの唇は紫色になっていた。痴漢。駅員がおっさんをちらっと見て、ヒノキに目を戻して。あなたが被害者?とちょっと苦笑いで尋ねると。そう言ってるでしょ。早く捕まえてよ。なんだこいつ?と思いつつ、私の中の正義感が沸騰し始めた。ああ。じゃあね、とりあえず駅員室。わかったね。おっさんの右腕を駅員が掴んだ。その瞬間に、この人痴漢してないです。言ってしまった。ヒノキが驚きの表情でこちらを振り向き、私を睨んだ。その目を見た瞬間に、絶対にこのおっさん助けてみせる。って思った。今考えれば自分どうしたんだろう。わらわら。え?違うの?そうだと思ってましたよ。みたいな顔だった。違くない。痴漢。痴漢なのー。はい。この人痴漢してないです。おっさんが機械的にこちらに首を向けて、こいつ何考えてんだ?みたいな顔をした。私はおっさんの目を見つめながら、してないです。この人ずっとポケモンしてましたもん。ね、おっさんがうなずいた。駅員が口を開きかけた。そして、ヒノキがおっさんぶん殴った。ちょっと、嘘つくんじゃないわよ。あんた私のことジハベジーフェイフグフジ。何言ってんのか聞き取れなかった。駅員がヒノキを止めに入る。ヒノキが駅員に抑えられて少し落ち着いて、車内に響くのはヒノキの荒い吐息だけとなった。でも、あれ?なんか変な音がする。少し車内を見渡してみたら、さっきの女子高生3人組がおっさんの写メ撮ってた。写メ撮ってんじゃねえぞ、ドブス、思わず口に出てしまった。でも止まらなかった。
あなたたちさ、ここで一人の人生がダメになるかもしれないんだよ。何笑ってんの？何してんの？そんなんだからゆとりがバカにされんだよ。あなたたち見てると学力低下を実感するけどね。三人組が携帯をしまったところで、ヒノキの荒い息も止まった。ヒノキが私を見つめている。私は言った。誰か、この人がポケモンしてるとこ見てた人いませんか？私たち近辺にいた人がみんなびくってなった。絶対に目撃者いると確信。誰も名乗り出ない。確かに、ここでこの人助けても意味はありません。皆さん面倒ことだと思ってるでしょう？私だってそうですよ。でも、ここでこの人見放したら、この人終わりなんですよ。あとは引きこもりか自殺かしか道がないんですよ。赤の他人なのに、口をついて出てしまった言葉がこれだった。皆さん本当に見てない、わからないなら構わないんです。でも、もし見てた人いたら、ちょっとでいいからお時間を借りしたいんです。車内の空気が一瞬冷めた。ヒノキの息がまた荒くなってきた。おっさんの後ろにいた、気弱そうな男子高校生が震えながら手を挙げた。君、見てたの？男子高校生がうなずく。ポケモン、してましたよね？私もうなずいた。ヒノキ、発狂。触ったの。触ってたんだから。まだ騒ぐんですか？あとその無駄な活用系みたいな話し方やめてください。違う。あの女。あのブス。ブスー。ブス？私ですか？おっさんは泣きそうだった。男子高校生も泣きそうだった。そして駅員も泣きそうだった。電車ね、出さないとなんだわ。はぁ？何言ってビードイフギュー。ヒノキはまだ納得いかないご様子。いいですよ。電車降りますか？あなたも汚名を晴らしたいですもんね。おっさんは首を縦に振ったか横に振ったかわからなかった。お兄ちゃんも大丈夫？男子高校生もうなずく。そうして電車から降りた。駅員室にぞろぞろ移動。ヒノキが駅員に腕つかまれてて、公衆の目を引いてるのはヒノキの方だった。その後ろから私、おっさん、男子高校生がついていく。おっさん平気かな？と思って振り返ったら、DS 開いてた。人生で初めて殺意を感じた。DS は奪い取った。駅員室に案内されて、とりあえず座る。机の一方にヒノキと駅員、もう一方に私、おっさん、男子高校生の順で座る。違う駅員さんがお茶を持ってきてくれた。ヒノキはうつむいていて表情が見えない。私がお茶を飲もうとコップに口を近づけた。その時に、ヒノキが机を蹴飛ばして、こちら三人の膝に激突。私は服がお茶まみれ、これを狙ってたのか、作詞だな、と少し感動した。あなた、電車の中で、ずっと触られてた、って言いましたよね？駅員さん、そうでしたよね？そう。だったね。ずっと、って具体的にどこら辺からでしょうか？私の後からこの人乗ってきましたけど、ずっとポケモンしてましたよ。まるまるよ。それってこの駅の二つ前でしょ？せいぜい7分ですよね。7分って、ずっと、ですか？痴漢。この男は痴漢。このブスも痴漢。私はお茶でびしょ濡れのまま黙ってた。駅員がタオルで顔拭いてくれた。何かが私の中で覚醒した。私とこの人はずっと隣でしたけど、この人ずっとゲームしてましたよ。それに DS はこの通り両手で持って使うゲームなので、片手で触ってたっていうのも考えられない、と思いますがどうですか？なんなのよー、このブスー。触られたの。痴漢なのよこの男。だからそれを私は否定しているんですよ。確かにその人ずっと DS やってましたから。お前はうるさいんだよー。黙ってろブサイク。火星。おい高校生がガチで泣き始めそうだぞどうしてくれる？いや、言い過ぎだよ。違うもんな。ね。僕？そこじゃねえ。わらわら。大丈夫。この人助けたら手術代出してもらおう。男子高校生が泣き出した。これは確実に私のせいだ。話のわからないブスとブサイクばっか。言わせてもらいましょう。あなたの方がブスです。はぁ。ヒノキ発狂。パート2。ブス？
私のこと言ってんの？そうですね。はぁ。私も外見に自信があるわけではないですが、あなたにブス呼ばわりされると少しプライドが傷つきます。おっさんと高校生は寄り添って小さくなってた。高校生かわいい。おっさんは参戦しろ。ヒノキはまだ騒いでいる。駅員が必死になだめようとしてるけど、顔がげっそりしてた。おっさんも男子高校生も縮こまってる。そろそろ終わりにしましょう。この人はゲームやってたって二人が証言しています。それにあなたはさっきから私たちに侮辱の言葉ばかり吐いていますね。こちらもあなたのことを訴えることはできますよ。名誉毀損とか、あと机蹴飛ばした時の傷害とかで。どうしますか？ヒノキが一気に黙った。ならこっちだって訴える。はい？だって痴漢された。私がお金もらわなきゃ変でしょ。お金？ああ、やっぱり示談金目当てだったんですか？お金欲しくて、この人のこと痴漢に仕立て上げたんですか？おっさんが顔を上げた。え？30分ぶりに喋った言葉がそれかよ。駅員さん、どう思いますか？確かに DS しながら痴漢できないしね。この人にそんな勇気があるとも思えないし。あ。お前か同じか。でも触られたんだもん。私が言ってるんだから。まあ、正直あなたが言ってるから信用しろってのは無理だよね。多分この駅員そろそろ面倒になってきたんだと思う。じゃあね、もうこの人に聞こう。触ったんですか？触ってないんですか？駅員は早く集結つけようと必死。おっさんは急に意見を振られて焦ったようで、日本語を間違えた。いや、間違ってはないが、その言葉がヒノキを発狂パート3に追い込んだ。触りたくないです。ヒノキ、発狂。触りたくないって、私じゃ嫌なの？嫌ってこと？多分、痴漢の示談金賞なり女としての魅力に彼女の構図が変わってしまったんだと思う。なんで、私そんなに魅力ないわけ？この野郎、痴漢オッケーみたいになってんぞ。はい。ということなんでね、お姉さん満足？もう。いや、ヒノキが泣き出した。男子高校生が、ヒノキの泣く姿を恐る恐る見ていた。勘違いしちゃったんだね。もう終わりにしよう。付き合わされた三人かわいそうだから。そう言って駅員がヒノキの肩に手をかけようとしたとき、ヒノキがその手を振り払うかのように手を振り回した。駅員が、腕がぶつかった衝撃で吹っ飛んだ。いやー怖いー。もうこいつダメだ。って思った。違う駅員が飛んできてヒノキを羽がいじめ、吹っ飛ばされた駅員もこっちに来るけど、ちょっと頭打ったみたいでフラフラしてる。君たち三人ね、もう帰んなさい。このままじゃ終わらないから。ちょっとね、おじさん警察呼ぶから。え、いいんだ、この人ちょっと変みたいだから、災難だったね。そこの彼女と高校生くんがいてよかったね。もう帰りなさい。あとはどうにかするから。こうして、私たち三人はヒノキから解放された。部屋から出されてすぐは、三人とも無言だった。おっさんと男子高校生は魂を抜かれたような顔してた。お二人とも、大丈夫ですか？二人してうなずく。おっさんちょっとは喋れや。帰り、ましょうか。三人でホームへ向かった。ホームで三人で電車を待つ。会話はない。ありがとうございました。本当に、ごめんなさい。ああ、気にしないでください。私も大人げなかったんで、あと、高校生くんごめん、途中で変なこと言っちゃって。あ、大丈夫です。ちょっと怖かったですけど。ね、びっくりしたねー。そんなことあるんだなー。そして電車に乗り込んだ。電車の中ではまた無言だった。前述したけど痴漢事件で止まった駅は私の降りる一つ前。乗車時間は3分くらいだった。もうすぐ止まる。ってところで、おっさんが口を開いた。はい？ DS。返してもらっていいですか？そうでした、私が持ってたんでした。